だやだ。たまちゃん、なんかくれた今、見た。守りたい、この笑顔。守ってくれんの、私今笑ってんねん、わはは。なーにしてたのか教えたろか。テトリスしてた。テトリスしててん。テトリスしてたらこんな時間になってもったな。お、たまちゃんキラキラもありがとうございます。ふぅ、リナッチの配信聞きながら寝るわ。ねーねーコロリよ。目つぶってたら寝ちゃうでしょ。今日最近寝れないんだよね、私本当に。どうしよう。お、神山ちゃんありがとう。テトリスさ、ちょっとスイッチのテトリスちょっとやり方よくわかんなくて全然思んない。なんか一人で遊ぶやつは有料で、なんか全世界のプレイヤーと対戦みたいなのが無料体験で今遊べるから、それで遊んでたんだけど、ちょっとよく分かんなかった。なんか私の方からも攻撃できるみたいなんだけど、やり方がよく分かんなくて、顎に爆弾抱えてるな私。こんばんは。うん、かわいいマイメロがいる。今 LINE スタンプね、頑張って書いてる。めっちゃ書いてる。待ってて。テトリス 99? そう、多分それ。寝てるのに。そう、悪循環なんだよね私。そろそろリセットさせたいんだけど。全然リセットされない。推ししか勝たん。山ちゃんありがとう。デリン、推ししか勝たん、あ、推ししか勝たんスタンプ作ろう。ニックのファンレベルが上がりました、おめでとう。初めてやって、やったね、ピース。一日の半分ってさ、どこ？昼の12時？昼の12時は寝てる。そう、一日の半分？ブー。ブーシー、ビーゼーチェンジさん、ファンレベル
上がりました。ありがとうございます。山ちゃんペンライトありがとう。私起きて起きて今10時間ぐらい経ったかな。やばいねこの発言。起きて10時間キモ。めっちゃキモいやん。いやでもそれよりもっと前に12時間起きてないわまだ。いや今日こそ早く寝るぞって毎日思って、毎日毎日。昨日だって結局寝たの5時過ぎてたし、はあ、どうしたもろかね、はあ、大阪に行く準備しなきゃ。あれもしかして23日になった？23日月曜日。おお、今日の18時からからかな。今日んだ、日付変わって今日の18時からバースデー週間ですよ皆さん。リナッチのとうとうやってきてしまった。23日やってやばすんぎ。なので今週は1日2回以上配信できるように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。あーびっくりびっくりなっち。いや本当に本当に1月終わんで無理なんやけど、待ってますって。今日バースです。多分今日の何時からだろうね。18時とかかな、わかんない。できるだけツイッターに、ツイッターに、まあ、時間なんとかお知らせできるように生活しますので。うわー、もう1週間切ってるんか。うわやだーやだね。そうだから、うん、何々しますじゃなくて何々できるように生活するので、はい。だから今週はあれだ、規則正しい生活に戻そう週間だわ。ああそれだ。ね、正午に起きてるようじゃダメですよ。正午、正午はまだ午前か、うん、昼の12時か、うん、なんだ、分かんなくなっちゃった。正午12時、雨降る正午、風吹けば。なんで雨降る正午なんだろう。正午要素あったっけ、あの舞台。正午は昼の12時か。雨降る正午。
それは作者さんに聞いてみよう。確かに、あれなんで？え？風吹いたっけ？ん？なんだっけ？俺ファンレベルさっき10になったよ。応援隊になったよ。雨は降ったね。おもろ。せやね、雨は降ったね。雨は降った。雨降ったしな、桜も咲いたけど。雪降るの今週。なんだっけ、なんとかの寒波がなんだか。あ、来週は寒波がっつってるけど、そうか。うわ、やば、やばいね。今週じゃん、来週って言ってたの。一昨日ぐらい、昨日だか一昨日だ。本格的な冬ってもうずっと冬やん。もうなんなん本格的な冬って、キモいんだけど。例えば今日ニトリに行ったんだ。解体家具見つかったんだけどさ、解体家具見つかったんやけど、あとはねポチッとな押すだけなんだけどね、それがね、いくらするんだっけな、3万いや4万かな、送料入れて。だからすごい悩んで、まあそれでも欲しいと思ったから買うのか。どうしよう、まあ、どうせ買っちゃうのかもしれないんだけど、2メートルってもしかして結構長い？2メートルって、え？私が想像してるより長いな、もしかして。やば、ちょっとどうしようかな、本当に。よいしょ。ガサゴソします。よいしょ。うわ、いたたたた、うわ、2メートルは身長の 1.2。 あ、確かに。ああ、いや、ベッドが長さ2メートル。そう。と、まあなんか欲しいのがあるわけよ。それでさ、今から家具を2つ手に入れようとしてるんだけど、
入れよっかなと思ってすごく悩んだ悩んだん？ニトリでもらってきた紙がないどこ行ったんだろう、ね、全部で家具何個あっても足りない物が多いからさうちさ山ちゃんキラキラありがとうございます。あ、やばいですね、髪の毛が本当にひどいです、荒れてます。かわいい山ちゃんありがとうございます。これ新しめのセーターやね、すごいよくわかるね。これいやほら昨日さ、昨日夜中の1時に配信したんですけど私、うん、夜中の1時に配信したのね。もう昨日眠くてで起きて、で昨日はおばあちゃんの家に集ってたんですけど、親戚みんなでね。でもう私は睡魔に負け大負けして、もう勝てなくてもどう頑張っても起きたら全員親戚全員自分の家帰っちゃって、私取り残されたんですよ、おばあちゃん家に。まあおばあちゃんいるからいいんですけど、でおばあちゃんと二人でね、そうそう、で取り残されたもんだから、で今日まあ実家に戻ってきたんだけど、服がね思ったより薄着できちゃって寒いなって、寒そうっておばあちゃんに言われて、だからこれ着てきなって、こうおばあちゃんの服ですね新しい服っていうかおばあちゃんの服です。これは全然私でもいけるよね、ちょっとなんかごつく見えるけど、おかげでめっちゃあったかい。
なんか可愛くない、これこっちにはないアシンメトリーなデザイン。あんまり着ないけど好き、可愛い。おばあちゃん家に取り残される、いやだからもう私があまりにも起きないからもうこのままじゃ無理だよねって、このまま今から起きて家に帰るだなんて、もう遅かったんだよあの時、夜の10時半11時、そんなもんだったと思います。そう、んでもう帰るよって「はーい」ってもう寝ぼけながら言ったんだと思う。で今日起きて、リナッチが赤ちゃんだったら抱っこして連れて行ってくれたのにね。そうだね、でもだ昔はそんな時代ありましたよ、寝ちゃって。じゃ車でね迎えにとか、車のお迎えがあったらよかったんですけど、それもなかったんで昨日はね。さあ、おー、うさぎがちょいちょいいる。あ、そうでもないか、もう誕生日に期待するしかないなこれは。あ、似合うって、あ、山ちゃんありがとう。これ似合う、え、そうだよね、悪くないよね。返した方がいいかなこの服結構気に入ってんだけど。あえいちゃん、おお、なんだ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 、うわー、きちー、今のは痛い。あえいちゃんレインボースターありがとうございます。見えない。おお。やばいやばいやばい。うわー、やっちゃった。おお、危ない危ない危ない。ちょっと待って。ナイスー、やだーちょ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 、どこや、逃がさんぞ。おー、危ねえ。いやー、ダメだな。これはダメだ。ダメだ、無理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 。あー。
え、テトリスだったら多分画面見れてない。テトリスにこんなんやってたらごめんごめんごめん、つい中毒です、もうダメです。制限時間、スイッチに制限時間ってし、あ、でもあったら無理だな。ちょちょちょ、倒したい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 、よしよし、ふぅ、カモン、ヘイカモン、よっしゃアサリ入れたぜ。ああダメだった。あ、やっぱりは壊されたし、今何時なんやろ。ごめんなさい。よし、危なかった。最近ね、武器を変えてね。なんと言いますか、今までね、そのバン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 撃つ系のやつは使えなかったんだけど、あー全然ダメだ。撃つ系のバン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 っていう武器を使うとまあまあ勝てるようになった。使ったんだけど負けた。一日に3ゲームしかできないようなゲーム、無理無理無理、絶対に。そうか、そっか、月曜日になるからみんなもう寝るんだ。ああそういうことか。はあ、新宿か渋谷にでも行こうかな。基本はローラーを使って2の時はね、バンバンバーンってなんか特殊なやつ使ってた。バンバンバーンって打つけど、どこからか星が飛んでくるよ。ありがとう。秋葉原行かない。秋葉原何しに行くん、することないで。秋葉原は行かん。あ、コーナーさんこんばんは。なんだ、みなっちめっちゃ久しぶりです。応援してたの小6だったのに、気づいたらもうすぐ大学生になるよ。やば、レって書いてる。どのレだろう。
レイナちゃうかな。応援してたの小6だって。小6の頃、え、小6でってことは小6で大学1年生、もうすぐ大学生、6年か。合ってた。皆さんすごいです。合ってた。今レイナって言ったら合ってた。レイナはあなたしかいない。やばいね。6年前、今24だから、22、21、20、19、18、17、あー、ちょうどだから、まあキャプテンやる時、その前ぐらい。やばいや、すごいよ。小6でよく私の見つけてさねえ、本当にすごいと思う。好き。当てずっぽうではなかった。うん、いや、あの、知ってる人はいると思うけど、あの、私同性のファンの方が少ないの。もう、って、あの、言えるくらい言えるし、来たら多分何々ちゃんって、名前みんな被ってないから。そう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 、だから「レ」から始まる子はレイナしかいないなって思ったわけ。両手ぐらいねえ、でもそうでしょ多分。その後秋葉で出張公演しましたね。ただいま恋愛中公演しましたよ。おや、間違えた。元気に生きてますよ、なんとか。大学生になるのか、これから。私今ただいま恋愛中って言った？恋愛禁止条例公演ですね、失礼しました。錬金、久しぶりにショールームした。やっち配信しててさすがにびっくりした。そうよ、もうね、ねえ、みんなすごいんだよね。私371日ほぼ毎日だから配信してんの。だから時間会えばまた来てね。幕張で、ああ、あの劇場、あれなんだっけ、あそこ、あそこ良かったよね、あそこ好きよ私。なんだっけあれの名前、ただいまでやったね、出張公演。そう、1年、そうなんですよ。どこ、ここ、何、
いろいろどこに何があるかわからない。新エリアか、ここは。えー、何、ママがリナッチ元気かなって。元気だよ。やばいな、ちょっとやられそう。元気にね、なんか毎日楽しく生きてる。うわ、やだ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 、やられちゃった。初見に優しい。え、そうかな、優しい、優しいんだ初見に。そんなつもりはなかった。なんだこれ、こいつ、なんだこいつ。ナイスー。アサリ不足。アサリを求めて。ギフトに厳しい。何それ。おお、危険危険。一旦避難。ちょっと本当に何が、なんかステージが新しくて、どこに何があるか全く見えない。ああ。ちなみにアサリは好きなの？アサリ食べんの好き。このゲームのガチアサリも好き。いいよいいよいいよ。ちょっと待って、まずい。来るかな。ナイス。ナイス。ナイスでござる。デレレレデデデデン。デレデデデデデデン。ふう。やれやれにゃー。ちょっと待って、今日も綺麗ですね。そう、綺麗だって。いや、今日はちょっと顔がむくんでる。ちょっと待って、行きたい、こっち行きたい、こっち行きたい。おお、集中攻撃。一日何時間全開でいられるの？どういう質問？え、どういうこと？どういうこと？全開でいられる？どういう元気的な問題？え？え、ちょっと早く、早く時間終わって。もうすぐでさ、勝てるのにちょっとさ、攻められたら終わりぐらいの僅差なんだよね、今。どこ敵？敵が見えんのよ。よし、いいぞ、勝った。初見です。優しくしてね。あ、かわいい。あ、コーナーさん、ありがとうございます。ありがとう。初見でちゃんと可愛い、偉いですね。ありがとうございます。
と眉毛あんのに眉毛ない。え、1時になった、もしかして。やば、わお、1時ですって。俺も初見でいいの。2番線じゃもうダメです、もうダメです。明日も仕事の人は頑張ってね。ああ、大阪行くのすっごく楽しみ。常連で知ってる。スターティン。眉毛ないからなんかいい顔に見えないんだ多分。眉毛って大事だね、本当に本当に。そんな気がしてきた。こんばんは、いらっしゃいませ。え、ほんと渋谷と原宿じゃない、渋谷と新宿行きたい。あの普通に買い物したい。服買いに行くんだよ私は。でもなちょっとさめんどくさいんだよね、遠いんだよね。え、眉毛描いたり、うん、するよ。全然描く描く。全然描くぜ、眉毛は。でもね、私メイク上手だからさ。メイク本当に。マジでメイクうますぎて、あの本当に濃く見えない。うわ、誰か落ちたり。おいおい、ちょちょちょ、カモンカモン、ちょっと勘弁してよ。うわ、はあ、リードしてたのにそれはないよ。マジ私もうイケイケだったのに今。はあ、そんなことあるかよ。誰か回線落ちしてゲームが中断した。勝ってたのに。めっちゃいい調子だったのに今。そう、前ね、うまいからね。めっちゃ書いてますっていう風に見えないように書いてる。たくも美人にメイク必要だよ、必要だよ。ギラギラさせていきたいじゃん。ててててちゃ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 。はい、背後にご注意を。あ、眉毛を描くときに当てるプレート確かにあるね。けどね、私はもうめっちゃカメラとにらめっこ。
よし。よし。いいよいいよ。カモン。イエーイ。ふっ。あー。やっちまったぜ。ん？私カメラつった？鏡見ながら。あ、もう喋ってないじゃん。眉毛、眉毛テンプレート。懐かしいものなの？いやー、私はね、うん、確かにカメラとにらめっこって言ったかも。鏡とにらめっこです。うおーやれるる、うおえ、すごい。なんでテトリスの BGM って分かったの？私言ったっけ、テトリスの BGM 声だったって。うん、自分でも悩むの分かんない、何喋ったか。イエーイ、イエーイ。鏡を見て、いかに左右対称に綺麗に描けるか。うおー、どこだ、敵どこだ。ちょっとちょっとやばいんじゃないのこれ。うわ、いい調子やったのにな。うわ、ちょっとちょっと嫌なんですけど。ちょっと頑張ってこうね。はいはいはい。やばい、カウントに出された。きちい。あ、長いことテトリスやっとるもんね。すごい。まずい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 、やだやだ、いやー負けた。もう、全然ダメで草。ファイト。コーナーさん、ありがとう。ありがとう。一向に上達しないよね、私ってゲーム。もう本当にもうびっくりセンスないんだろうな。悲しい。すごく悲しいです。いや本当にあれ注文するか迷うな、ニトリの。いや、絶対買った方がいいんだよ、あれは。あれは絶対買った方がいい。自分に、もう自分でこれ見て、あ、もうこれだって思ったんだから、もう絶対買うべきものなんだけど。なんで悩んでるんだろうね。ニトリのね、あれ、なんかラック？なんか棚ですね。収納。と飾れるやつ。そうそうそう。その昔、その生誕祭か卒業か分かんないけどさ、の時にいただいた
トロフィー的なやつとか。うわ、惜しい。なんかいろいろね、そういうもらったもので飾りたいのがあるんだけど、それが今ね、できてないんだよ。うわもん。よし、勝った。勝った。ファイトってくれたからな。ノックアウトしました。オタクとしては自分の部屋がもう一個欲しい。オタク部屋ね。グッズ買う人とかだったらもう本当そうなるよね。私だってもうだってほら、マイメロのグッズにアリエルのグッズでしょ。もう自分の部屋以外にそういうキャラクター専門の部屋が欲しい。かっこいい。コーナーさんありがとう。いいね、山ちゃんありがとうございます。スタンプは押ししかかたと、かわいい、尊い。最大で40個作れるからね。もうどんなやつでも、もう思いついたやつ作ってこ。え、結構大変なんだよねこれがね。あとバースデーイベントの台本も作らなあかん。おお、マジマジマジ。うわあ、きちい。きちいぜ。スタンプ多分だいたい250円じゃないかな。うわー、なんでや、悔しい。劇でも、いや、違う、普通にさ必要やん。うわー、全然ダメ。普通に人数いるしさ、あとどんなことしますってさね、台本なしやちょっとかわいそうや。どういうゲームみたいなするのかもさ、ちょっと考えていきたいじゃん。ああ、そうね、進行表、それがです。そういうこと。え、なんでなんでなんで、え。全然ダメじゃん。
ちょっとちょっと何やられてんの。頼むって。倒してこ。わあ、ああ。まあ私が楽しいのはもちろんのこと、ゲストのねみんなに楽しんでもらえるのが一番かな。うぃー、どこだ。どこだ。ちょっと倒したかった今のは。悔しい。行くぜー。おー、お客さん、お客さん、それはもうそれは当たり前やん。あー、優先順位は特にないけど、なんつーの、お客さん楽しんでいただくのはもちろん。じゃあさ、ほら言うたらさ、私先輩やん。だ、変なさ緊張感持ってほしくないしさ、楽しんでもらえればなと思って、堅苦しくなってほしくないわけ。あ、やってもた。お、ブースイー、ファンレベルが上がりました、ありがとうございます。あ、あ、デイズ見に行ったの。デイズ見に行ったのかい。そうなんですよ。うおそうなんです、私のパンフレットもね載ってるんです。あのパンフレット インタビュー、そう、まだねあの時は稽古期間だったんで。うわ、やられた、くそー。時はもう余裕で公演とかできると思ってたな。そう、インタビューして、それをスタッフさんがね、そう編集までしてたと思うんだよ、あの時は多分。うん、勝った。そうそうそう、で乗せてもいいですかって。言ってくれて、もうそれはぜひって。え、ミオン私のこといじれるか。そうか、先輩風は今回なしですかって。いつもないわ、いつ私が吹かせてんだよ。おいおい吹かせてないだろうが笑った。あー、ほくろビームの動画作ったりなっちの送る程度にはいじれん。確かにそうでした。そう言われてみればそうだな。そんな動画を彼女は送ってきたし。
そんなことしてくる彼女が愛しい。急ぐのじゃあ、やばーい。負けそう。負けないで、もう少し。おおおお、やばいやばい。キャキキキキキキ。チュ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 。どこ？え？後輩の意見は聞いたことないので後輩の意見先輩の意見もなかなかないでしょ。よし、待って、やばい、待って待って、やばい、あリナッチが歩いたら風が起きるでしょ。おいおいおい、やばいやばいやばい、まずい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 、負ける負ける負ける、負けた負けた、あ負けたくない。ねえ、これは味方が悪い。これは完全に。もう。負けた。私2キルしかできてない。もう私が悪い。悪いです。あ、そういえばさっきこれ充電ないって言ってた。そろそろ終わろうか。みんな寝たな、これは完全に味方を生かすのも先輩の役目か。え、どういうこと、なんかなんか混じってない味方先輩の役目って、ちょっとちょっとちょっと、イベントの話とごっちゃなって思ってるやん。うお、危ない。よし、どこだ今ね。私のおかげで勝ってます、皆さん。うん、寝ない、配信終わるまで。いいオタクやさー、おっつ、
とやばいんじゃないこれ。やばいやばい、え、シンプルにやばい、え、やばい、カウントリードされるし、え、やばいやばいやばい、負ける負ける負ける、え、本当にやばいって、マジでマジでねえ、ちゃんとしよう。ちょっとさ、良くないよ本当に。やばいな、ごめんね、ちょっと結構やばいかも。待てよ、いいからこっちのことを考えるな、行くんだ行くんだ、あマジかよ、ちょっと勘弁してくれよ。面白い試合だ、これはクソおもろいぞ。どうしよっかな、誰か持って、はいはいはい、オッケーオッケー、はい、いいよいいよいいよ、いいですよ、こちら。いけるいけるいける、オーマイガー、なんで、え、ちょっと待って、今のはないねえねえ、本当にないよ今のは、コメントスルーしてないって。終わった。勝たせてくれよ。勝たせてよ、私に。ちょっとちょっとそっち行ったらやられるからね。バカ。バカ。今ね、スプラサリーだってこの間も言ったの、サリーって3やってる。いや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 、ないよ。ダメだな、スプラサリーです、もう。結構良かったよ、いい勝負してたよ私。充電が 9%、うん、終わろゲームね。え、変な髪の毛というわけで
プラ3と3が混じってサリー。今日も長いことお付き合いいただきありがとうございました。カチューシャずっとしてたよ。気づかなかったの？今からランキングを読むので、まだ起きてるって人は返事してみてください。何人起きてるかな。もう2人しか起きてないかも。13位からいくよ。カレー大好きさん、空飛ぶうさぎさん、岩の夫さん、あえいちゃん、ボイドさん、ニックコーナーさん、ビジーチェンジさん、ホリッチさん、マッキーさん、ワッキーさん、ひとよさん。1位が山ちゃんでした。どうもありがとうございます。ありがとう。お、ワッキー起きてます。コーナーさんありがとう、起きてますね。あ、山ちゃんも起きてたの。ボイドさん見てたの？なんだ、あんたたち起きてんのかよ。あなたたち起きてるのね。演技力で勝ったとやったらリスナーわからない。いや、私こうやって眉間にシワ寄せちゃうからバレちゃう。人よさんも見てた。あー、えらい。ルーシー、じゃあまた会いましょう。明日はというか、もう今日は早めの時間と何時かにやります。時間は予測不能でお願いします。月曜日お仕事の人は頑張ってください。ファイト。ういコーナーさんお疲れ。疲れ。